皆さんこんにちは。釣りバカ日誌の浜ちゃんの愛妻役で知られる女優の石田恵里さん、出演作の途中降板が続いたことで話題になっています。石田さんの代表作となっている釣りバカ日誌の他にもウルトラマン AT も降板しているのですが、その背景には信じられないような理由があったのです。そして釣りバカ日誌の降板の真相は石田さんには受け入れがたい理不尽なことだったようです。今回は石田さんが出演作から降板した理由についてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは石田恵里さんのプロフィールからご紹介します。本名内田恵里子、生年月日1960年11月9日出身地熊本県八代市、身長162センチメートル、血液型 A 型。石田恵里さんは両親が離婚した影響で3歳から9歳まで妹と2人で児童養護施設に預けられていました。当時平日は施設、土日は親元に帰る生活をしていて、小学6年生の時にようやく母親に引き取られました。中学校に入学した頃から歌手に憧れ始めると、中学2年生の時に芸能事務所に入りました。その後音楽プロデューサーチャーリー石黒さんのオーディションに合格すると、石黒さんの母親の家に下宿し、チャーリー石黒音楽教室で歌を学びます。東京音楽学院でダンスや演技のレッスンを受けていた時期にバラエティ番組スターチャレンジのアシスタントに選ばれテレビデビューしました。1978年には映画翼は心につけてでヒロイン役に抜擢され映画デビュー。1983年にはあの大ヒットドラマ金曜日の妻たちへで既婚者と不倫をする役を演じています。そして1988年から1994年まで釣りバカ日誌の浜ちゃんの妻を務め人気を得ました。ドラマだけではなく映画にも多数出演し、1989年には嵐が丘で日本アカデミー賞の最優秀助演女優賞を受賞しています。1993年には写真集罪で大胆な姿を披露し話題になりました。石田さんは1980年19歳の時にウルトラマン AT に出演しましたが、第43話で突然降板しているのです。その理由は2013年に出版されたウルトラヒロインズのインタビュー記事で石田さん自ら語っています。記事によると、石田さんは所属事務所など周囲の人たちからウルトラに最後まで出演すると大成しないというジンクスがあると聞かされていて、そのジンクスを気にしすぎてしまったあまり自ら降板を申し出たのでした。すると制作側からあっさりと降板を承諾されたそうです。そして殉職する形で降板し、最終回にはアンドロイドゲミットして出演しました。こうして降板した石田さんですが、あまり時間を置かず石田さんが主役になった白の笑み殉職編が制作されたことから、あまりの待遇の良さにむしろ恐縮しましたと語っています。一度降板した後はウルトラに最後まで出演したとはならないので、ジンクスを回避できたと考えた石田さんは、その後ウルトラシリーズに呼ばれても出演を快諾していたようです。石田さんは1985年25歳の時に8歳年上のミュージシャン吉野藤丸さんと結婚しました。吉野さんはかつて桑名正宏さんのバンドグループに加入していたり、アメリカの老舗音楽番組アメリカンバンドスタンドに日本人として初めて出演するなど有名なミュージシャンです。自らのバンド活動以外にも西城秀樹さんや中森明菜さん、山口百恵さんに楽曲提供したり、沢田千佳子さんの代表曲会いたいの編曲も担当しています。しかし石田さんと吉野さんは結婚生活が5年経った1990年に離婚しています。原因は吉野さんの浮気だったと言われていますが、本人たちは離婚理由について公表していません。石田さんは1988年釣りバカ日誌で主人公である西田敏行さん演じる浜ちゃんの愛妻役で出演していました。
しかし1994年の第7作を最後に突然降板してしまいます。実はこの降板の裏には三國連太郎さんの存在が原因ではないかと囁かれているのです。映画公開当時すでに還暦を超えていた三國さんでしたが、石田さんを気に入り猛アプローチしたそうです。しかし石田さんはそんな三國さんに興味を示さず無視していました。すると自身のアプローチを交わされたことが気に食わなかったのか、制作サイドに圧力をかけ石田さんを降板させたと言われています。後に石田さんは降板理由についてこのように明かしています。松竹からは一作出るだけで1年間生活できるほどのたくさんのお金をいただいていたんです。なのでずっと出演しようと思っていたのですが、第5作あたりから監督の演技に対する要求がとても厳しくなっていってついていけなくなってしまったんです。良い作品だしギャラも良くて出演者の方々ともいい関係だったのでとても残念で心残りだったのですが、これ以上は無理と思って松竹に降板を申し出たんですと明かしています。突然監督が厳しくなったということは、三國さんが制作サイドに圧力をかけていたという話もあながち間違っていなかったかもしれませんね。石田さんは2017年ライズアップで減量したことが話題になりました。ダイエットをしようと思ったきっかけは、還暦を迎える頃にグラビアに挑戦したいと考えていたことだそうです。そんな時にライズアップの話をもらい、今がそのタイミングなんだなと思い引き受けたと言います。そして3ヶ月間のライズアップ挑戦で体重は 5kg、 体脂肪は 6%、 ウエストは 15cm と大幅に落としダイエットに成功しました。ライズアップでのダイエット成功後、目標だったグラビアの仕事も週刊誌で披露し、素晴らしく引き締まったボディを披露しています。石田さんは自分の気持ち次第で青春できる、体型のせいでやる気が起きないならまず体を鍛えて自分の可能性を諦めないこと、青春しましょう、恋しましょうよと語りかけ、還暦を過ぎた今でもサーフィンを楽しむなど人生を謳歌しているようです。いかがでしたか？国民的ドラマに出演してきた石田恵里さん、ウルトラマン80の降板は役者としてのジンクスを気にして自らの選択でしたが、釣りバカ日誌の降板については石田さんが望まない形だったということには驚かされました。ウルトラマンの方は結果的に良い形になったのですが、釣りバカ日誌については釈然としないですね。しかしダイエットに成功したことで現在は素敵な人生を謳歌されているようで安心しました。人生100年と言われる時代ですので、生まれ変わったボディでまだまだこれからも活躍していただき、また私たちに素敵な演技を見せていただければと思います。これからの石田さんに期待しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたらコメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。